すみません、何の役にも立てずに。私のような惨めなゴミ虫にはもう生きている価値も。悔い改めなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、悔い改めますので十字架だけは勘弁してください。すみません、声を荒げてしまって。けれど自ら死を望むような物言いは感心しませんな。こうして無事に元気な姿を見せてくれただけで幸いでした。うん、それだけで俺たちは満たされます。そうでしょう皆さん。生きている価値のない人間などこの世には存在しませんよ、迷いさん。うん、実際復帰してきてくれてよかったよ。ここんとこずっと寝たきりだったから心配してたんだからね、マヨさん。いつの間にかあだ名をつけられている。私などにはもったいないことです。決して嫌というわけではないんですけど、むしろ興奮しますけど。興奮する意味がわからないけど、とりあえず今後は普通にお仕事にも参加してくれるって思っても大丈夫？まだ体調が悪いみたいなら休んでもらっててもいいけど。いえ、大丈夫です。多分全く仕事のお役に立てる気はしませんが、とりあえず歩く程度のことはできます。行動に支障はありません。それに私はずっと病床にいたのでよくわかりませんが、おそらくは休んでいる場合ではないのでしょう。うむ、兄さんたちクレイジービーが大暴れしてるみたいだね。あちこちのライブ会場に乱入したりして物議を醸しているようだよ。僕たちアルカロイドもクレイジービーと似たような存在であるっていう認識もいつの間にか広がっていてね。クレイジービーみたいな厄介者なんじゃないかって警戒されて、なかなか仕事が受けられなくなってきているよ。それはまあいい迷惑ですね。クレイジービーって一体何者なんでしょう。俺たち劣等生のコズプロ版みたいな感じっぽいけどね。風早先輩はコズプロ出身でしょ。何かあいつらについて知ってたりしない？さてどうも違和感があるというか、俺が知るコズプロのあり方とは馴染まない気がしますが、まあ昨年度末に上層部がガラッと変わった結果、あの事務所も変質してきているんでしょうが、ともあれ身も蓋もないことを言いますと、俺たちにはよそを気にしている余裕はありませんよ。これから先どうしましょう。うむ、まずは宣告ホールハンズで受け取った呼び出しに応じてスイッチと名乗る怪しい連中と面会しようと思っているよ。今日はまだ仕事も入れてないしね。来ないと呪いをうんぬんと言っててやや怖かったから。いやいや、怪しい連中って、スイッチは新進気鋭の事務所ニューディーの旗頭の一つだよ。なんかオカルトチックっていうか妙な活動が多いからアイドルとしては評価されにくい感じだけど、多分実力は本物だと思う。なんてったってビッグスリーの一角フィーネ出身の元トップアイドルが所属してたりするっぽいしね。青葉つむぎ先輩って言うんだけど誰か知ってる？ふう、ヒメルさんといいトップアイドルの大安売りですな。まあ解雇すべき旧時代には何かと超新星だの新世代だのといった仰々しい枕言葉が連呼されていましたが、個人で輝くスーパーアイドルの時代が黄昏を迎え、その後釜がなかなか決まらずに苦心惨憺していましたからね。薄っぺらい煽り文句でも繰り返さなければ誰もアイドルというものに見向きもしなかったのでしょう。あんまり経緯がわからないんですけど、なんでスイッチなんていう巧妙らしいユニットが私たちのような落ちこぼれを呼び出したんでしょう。迫害するつもりでしょうか。ああ怖い、また体調が悪くなりそうです。大丈夫だと思うけど、
スマホに届いた不思議な映像を見た感じ、スイッチの坂崎夏目と名乗った人物からは嫌な感じはしなかったし、不気味さで言えばどちらかというと迷い先輩の方が上だよ。それは褒められてますか？いえ、私などのあのご鬼人より上などとはおこがましい。ご鬼人？なんか昔そう呼ばれる5人の天才的なアイドルたちがいたんだって。一時期めちゃくちゃ評判悪かったし、みんなタブー視してあんまり話題に出さなくなったけど、スイッチの坂崎夏目っていう人はその5鬼人の一人だったらしいよ。妙な話ですな。 H さんたちフィーネはその5鬼人を討伐することで夢の先学院における革命を成し遂げたと聞きましたが、フィーネとやらは下品な真似をするものですと遠目で見て心を痛めていましたが、そうして敵対していたはずの元フィーネと元ゴキジンが一緒にユニットを組んでるんですね、スイッチは。うん、その辺の事情にもファンはすっごい興味を持ってるんだけど、あんまり誰も説明してくれなくてね、謎めいてる感じ。まあスイッチは魔法使いだって自称してるし、オカルトっぽい怪しい雰囲気を漂わせてた方が営業的に得なんだろうけど。魔法使い、都会にもそういう種類の人間がいるんだね。僕の故郷にも呪術師と呼ばれるおじいさんがいたよ。稲が不作だったりすると動物の頭蓋骨を並べてむにゃむにゃ言っていた。いや、だからヒロ君の故郷ってどこなの？異世界からでも来たのかな、君は。